こんばんばは、です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルはウインナー目玉焼きです。サムネイルはウインナー目玉焼きです。ピーマンともやしの炒め物が、まあ、野菜ですかね。副菜ですかね。ネギとわかめのうどん。ネ、ね、ギわかめうどんですね。ネ、ね、ギわかめうどん。 で、バナナとピオーネですね。バナナとピオーネ。全体で言うとこんな感じですね。うん、全体で言うとこんな感じになります。はい。肝心の体重を測っていきます。 体重53.8体重53.8体脂肪率12.5基礎代謝1265内臓脂肪レベル3筋肉量44.6筋肉量スコアマイナス2推定骨量2.5もう一度体重53.8 200g 携帯と T シャツとトランクスの重さは引くので53.6ですねで体脂肪率12.5で基礎代謝が1265内臓脂肪レベルが3筋肉量が44.6になりますもう一度サムネイルがウインナー目玉焼きですサムネイルがウインナー目玉焼きです もやしとピーマンの炒め物です。ネギとわかめのうどんです。バナナとピオーネです。全体はこうなります。えっ、ー、と、もう体重がいつでもコントロールできる。一日一食でも我慢できるというのが、まあ、この5年、10年で証明できたと思います。だから、YouTube でも 1000人超えて3000時間も超えたいと。今までのその体重管理の記録の YouTube から料理レシピの、料理レシピと食べるブログに変えていこうと思います。ブログの趣旨を変えていきます。それに合わせてアイコンも変えました。明日ぐらいから料理動画に変えていこうと思います。 今までありがとうございました。引き続き、引き続き料理動画になっても見ていただければ幸いです。今日はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。